はい、はい、行ってみましょう。今日はね、小田原の、あ、これなんかすごいじゃん。よし、見て見て見て、まっすぐ行って。わ、なにあれ、列車？ゆっくりだね。ゆっくりの列車だ。ひょうちゃん見てん、これ。たまにここにね、アユのね、アブラビエ、または胸びれのないアユがいたら捕獲してください。ってことは、ここにアユがいるってことだね。はい、アユ。お魚さん。アユは、綺麗なね、川にしかいない。綺麗な水にしかいないから。綺麗じゃないけど。ん？これ結構でもね、綺麗だと思うよ。ちょっと見て、うわ。すごいね。さすが小田原城の近くだから。ね、自然が豊かでしょ。ちょっと今パーキングでね、あ、っぽいなと思ったから来たね。よくない。だって夏休みだからさ、今がチャンスだよ。いろんなとこ来れるの。こっからだって海も近いしさ。ちょっと歩くの下手くそだね。あ、ちゅうちゃんどう？水触ってん。水はね、ちゅうちゃん。水は冷たいと思うよ。ちょっと水触ってみよう。ああ、冷たいね。ちゅうちゃん水触ってん。ははいい音だね。いい自然の音。水触ってみて、冷たいよ。ほう。あれがね、さっき来た高速ね。上の高速のところ。あっこから見えたところね。ちょっと触ってね、冷たいから。海よりね、まだ暖かいよ。海の方がもっと冷たいから。よし、スティーブちゃん。あ、スティーブちゃん、それ入れるの？スティーブちゃん、できるの？それ。お、見て、また電車来た。見えるかな。あ、ちょっと見えないか。廊下だな。いいな、田舎っぷりがね。スティーブちゃんやってみて、水流れるか。